ファンランイコールタップチャムは、ベトナムの南中部のニントゥアン省のショートである。人口は2004年時点で約16.1万人である。ベトナム戦争中、アメリカ空軍のファンラン航空基地があった。この基地は、第二次世界大戦中に日本が作り、後にフランスが利用した。1485年から1832年、チャンパ王国の首都があった。 1917年、k t テがファンラン町を設置し、ニントゥアン賞の賞都を置いた。第二次世界大戦中、日本が占領し、航空基地を作った。戦後再占領した、フランスもこの基地を利用した。ベトナム戦争でもアメリカがこの基地を利用した。1976年、ニントゥアン賞がビントゥアン賞と合併し、トゥアンハイ賞になった。ファンランは、 ショートではなくなった。以下の15防1社から構成される。タップチャム地区とファンラン地区はチャム文化の中心である。この地域は米やブドウ、桃、ヤギ、ブラフマン牛に恵まれ、チャム人が居住した。王や王妃を記念して美しい塔がミーソン聖域やニャーチャン塔に建てられた。この地域ではタップチャム駅の西 2km にポクロンガラように捧げた塔が建っている。 タップチャムの南西 20km にはポーレウに捧げた塔が建っている。この塔は2012年7月時点では修理中だった。これらの塔は10月に行われる色鮮やかなチャムの祭りの糧で用いられる。ブロックや他の食料を生贄に捧げる。雨の祭りのラマダーンでは結婚式や他のお祝いも同時に行われる。イスラム教のそれをチャム人に会うよう改良している。 チャム人はアニミズムを信仰し、塔には火の絵が描かれている。塔は小さい赤レンガや乾いた石、モルタルで作られている。先端にはミナレットのような額が載っており、アーチは炎を表す赤レンガで装飾されている。高いレンガ石技術が用いられている。ポクロン荒い遺跡にはチャム文化複合施設があり、チャム人による写真や絵が展示されている。 ファンランの後継4月16日公演の増統一線のタップチャム駅がある。特急も停車する。1932年、タップチャム駅は、ラック式鉄道のファンランダラット線の駅として開業した。ベトナム戦争でこの路線は廃止された。1975年、北、ベトナムが勝利すると大きく破壊された、統一線の修理用の物資輸送に利用された。 ファンランダラット間の鉄道を客車、貨物両方で復活する計画が進んでいる。ありがとうございます。